勝浦町とは徳島県東部の町である。徳島県内で有数のみかんの産地であり、県立果樹脂県場があるほか、2月中頃からビッグ、ひな祭りが開催されており、観光客で賑わう。町のほとんどが勝浦川の流域にあり、勝浦川は町の中央部を西から北へ流れる。北には徳島市との境界に中津盆山があるなど、 周りを山に囲まれておるので、勝浦盆地と呼ばれる。最高標高は、六路山の山頂の972.1メートルであり、最低標高は20メートルである。定数は10人。勝浦町の町並みのエアザカ神谷で撮影勝浦町は、常設の消防署がないため、119番通報は役場に転送されるようになっている。ただし、 携帯電話からの119番通報は、徳島市あるいは阿南市の消防署を経由して転送される。消防は非常備であり、火災やその他の災害への対応は住民で組織された消防団に頼っている。火災に関しては昼間は役場の総務課で受診し、夜間は宿直の警備員が受診して消防団に出動要請している。 救急に関しては119番ではなく専用番号に連絡するようになっており、この番号は役場内にある救急詰め所につながるようになっており、臨時職員2名が常駐しているが、搬送のみであり応急措置はできない状況であったが、2017年から宮崎県にある民間会社日本救急システムに救命業務を委託しており、同社より七人の救急救命士が派遣されて二人、 一組で、救急搬送業務に当たっている。信用処理施設総裁上町内に、鉄道路線なし。鉄道を利用する場合の実質的な最寄り駅は、JR 四国麦線の南小松島駅。徳島県道16号徳島上中線勝浦町、沼屋坂谷で撮影徳島県道283号和食勝浦線勝浦町西明治和市で、撮影県道。 ありがとうございます。